悪いもん同士の対決はないんですけどトランプがその格差を広げる側でバイデンが格差を縮める側っていう報道は私ちょっと疑義があってオバマ政権の副大統領でしょ、うん、オバマ政権時代からずっと新興産業に、うん、あの民主党ってやっぱり大口献金者も多いし支持、はい、支援してきたんですよ。はい でバイデン政権になってからはグリーン系の,その法人の,その優遇グリーン系の投資の優遇にかなりの税金を使っているわけで,で、ねはい、要は止めるものがさらに富むっていうのは別に共和党だけのロジックじゃなくて、うん、むしろ民主党の方に聞いてきちゃう話なんですよ。うん、格差が広がってるっていうのは上が儲けるから上がるんですけど、うん、民主党はやっぱり新興金持ち企業を優遇するので。うん 成長に資すするることをやってるんですよ、はいうん、だからそのほとんどその憎しみっていうのは、うん、社会的な事案例えば宗教とか、はい、それこそカルチャーですね堀江、うん、さんが言ったような州を出たこともないような人たちのカルチャーとニューヨークの都会のカルチャーとかだから移民問題が問題だってとか共通してるしじゃあ何が違うのかっていう話になるとうんうん、ね、あんまり日本に関わりのないテーマになってきちゃうんですよね。 まあ日本に関わりがないテーマという話があったんですけど、実際これトランプになった場合、バイデンになった場合で日本に今後どういう影響があるんですか。トランプ,特にランプあれあれ,あれ言ってますよね。はい、あの US チールの買収はダメだと言ってますね。あ,すねあれは保護しろっていうのは言ってますね。うん、日本製鉄が US チール、うん、保護保護政策は両方とも一緒なんだけど、はい、トランプの方があの敵対的にそういうことを言いがちな人なので。はいうん まあただ言いがちなんだけど、その交渉はできるんだよ。トランプの方ね、確トランプはネゴシエーションできるんで、ビジネスライクに最終的には決まっちゃうんです。よでも岸田さんがね、まあそこまでその総裁選を乗り越えて延命するとはとても思われないけど、どうなの？それはいや無理でしょ。だけど今、まあじゃあちゃんとその現実的なシナリオ聞きたいんだけど、まあ立憲民主はダメじゃん。で国民民主はなんか。 よくわかんないけどタミキさん頑張って少し良くなってるじゃないですかでまあ多分大躍進するのは維新だと思うんですねそう思わないんそんなことない今の表読みの感じだと、うん、立憲と維新が増やすんですけど、うん、かつて言われたような維新が大,大化けするんじゃなくて、うん、立憲もかなり増えるので立憲増えるのはいどういう要素で増えいやそれは自民党が今強すぎるから 今実力以上に評価されちゃってるから次の選挙では必ず減らすんですよでそうなった時に立憲も当然増えるので立憲って増えるんだ増えますそこはみんな調査を打ってるけどる <laughs> はい、そういう感じの読みで、えー、だから今大変なのはむしろ維新かもしれなくてあそう。ずっと政治改革行ってきたのに若干埋没気味なのは今の地上派見るとやっぱりすごい立憲推しですよ、うん、地上派はずっとそうだよ、うん でも今まで新聞だって左持ち上波もん。なかやっぱ野党ダメですよね、うん、野党は野党多弱ですねっていう報道だったんです、うん、でも今はもう押しに来てると思いますし2009年の記憶がみんなあるから、うん、政権交代に向けてみんなで詰めとぎ始めてる感じはするんですよ、うん、えメディアの人たち立憲民主党になるの立憲民主党だけで無理ですよ だけど,どこから遠するの？と少なくとも自民党を単独か半数割れに追い込むというところまで行けば勝ったっていうことが野党のその実績になるでしょ？うん、そしてその次の選挙で,で現実的に政権はそのどうなる？うんうん、次選挙はおそらく立憲と維新が選挙協力しなければ。 政権は自民党が維持するでしょうで、その時に自民党からすると国民民主と維新というまあイデオロギーが少しでも近い政党に声をかけたりするでしょうね、うんうん、ただ協力しちゃうと負けた側に組みしちゃうことになるから保守派の野党も若干及び腰になるわけで、うん、そうするとすごく不安定な自民党政権がくるくる総裁をかけ変えながら安定できそうな総裁候補を探し続ける旅が つまり今貧乏くじだから実は引きたくないっていう人もいるわけですよすいじゃあ,あの政治資金規正法のね、うん、あの裏金問題は、まあ、とりあえず3,000万円でやったじゃないですか。うん、あれを告発したさあの政治資金規正法マニアのさ教授はさ「<laughs> うん、俺はやめないぞ」って言ってるわけじゃない、うん また告訴したから起訴になったらあの次は検察審査会だって言ってるわけじゃないですよ、うん、でそこで起訴相当が出る可能性は僕は結構高いと思ってるんですけど、うん、どうで,すかでもその本当はね、うん、特捜ですらやらない案件を強制的に起訴するっていうのはかなり微妙だと思いますけどいやでもそれはでもそういう制度じゃん そう,なのそうなんでそそだよだから起訴弁義主義の例外なんだから、うん、これは起訴弁義主義の例外で検察審査会の起訴相当って2回続いたら強制起訴されるんですよね。うん、っていうことは今までも東電の例えば、うん、あの福島の東電の原発の事故もそうだし、うん、なんか神戸のなんか歩道橋の事故もそうだけど、うん、福知山線もそうだど、うん、なんかとにかく全部起訴されてるわけですよ。で罰金刑とか,なんか執行猶予付きの有罪判決とか出てるわけですけど。 これだって3,000万円以下の人もそれで起訴相当2回出てやったら、うん、当然これはそのあの人あの黒川検事長みたいな話でさ、うん、黒川検事長も結局最終的に罰金刑が下りたわけじゃない、うんまあ、クソみたいな刑だけど、うん、だけどそうなる可能性はめちゃくちゃ僕はあると思ってて5万円の罰金刑とかそれでも政治資金規正法違反で公民権停止になるんで選挙出れないでしょ、うん、それがでも、うん、もはや 正解ってそういうとこなんですけど、芸能界にちょっと似てるかもしれないのは、うん、その人がいなくてやっていけないってことはないんですよね。そうですよね。松本久志さんですら、うん、いなかったらいなかったでやってきちゃうんです、うん。ということは、うん、相当な下克上が起きる可能性があるってことじゃないですか。うん、でもそれはそうなんだけれども、うん、ただなんか今回の問題をね、初動間違った議員とか、うん、もちろんその自分で。 罪ののをしたようなものとかね、うん、いろいろ問題だと思いますけど、うん、法の抜け穴とか、うん、後から解釈したときにこれは倫理的その問題にとどまるっていうようなケースを次から次へとやってたら、うん、じゃそもそもねそのじゃ民間企業まで調べなきゃいけなくなるじゃない例えばですよ今問題視されている不透明なお金の動きとかってじゃあ党の領収書全部出しゃんね分かるかって言ったら領収書なんて1枚ですよ。例えば 1000万円の領収書があったとするじゃないですか。広告宣伝費。その民間企業の帳簿って誰も見れないんでしょ。国税しか見れないでしょ。で国税は違う目的で見るわけで、だからそのなんていうか私は領収書を全部出せばね世の中がきれいになるっていうのは告発できるアラを探せる対象が拡大してニュースとして社会的意義として。 その活動料金が増えるから言ってるだけだと思ってるわけです。いやそうですよ。いや、だから別にそれに関しては全く否定はしないんだけど。うん、現実問題として、退場する政治家は相当出てくるんじゃないの、うん。あ、それはね、そうかもしれないんですけど、でもやっぱり五人衆は。まあ、一人を残すと、多分ほとんど損切りされているんじゃないかなっていう気がするし。ああだ、誰が損切りされてないんですか。 萩生田さんはまだちょっとかわいそうだという目が正解の中にはありますけどまあそうですよね彼はもう創出大候補って言われてましたからね。損切りしてしまうのもどうかと私は思いますけどねただ今のその清和家の中での目は非常に冷たいものがありますよね。ですよね。次は誰が可能性としてあるんですか うん、だから石破さんっていう石破さんはやっぱりその表の調査で人気が高いは絶対に出ないそうなった時にじゃあ河野さんって話になってきて、はい、でも河野さんで本当に出るのは自民党がマジでで危機に陥った時だけでしょう、うんはい、それの他にも林芳正さんとかね、はいはい、上川陽子さんとか加藤勝信さんとかいらっしゃるけども、うん、やっぱりみんな次の次を狙うじゃないかと。 賢い人ならねだとしたら岸田さんじゃないですか岸田さんがもう一回岸田さんもう一回はないですよだってもうみんなさすがに振り回されすぎてあのいい政策もやってらっしゃるんですよただただやっぱり今求められているのは何かって言ったらまず政治改革デジタル化も含めてちゃんと国民にやったぞって言える成果を出すことで、二つ目はやっぱり社会保障ですよ 税と社会保障に手をつけずに黄金の3年間を使いましたって言ったらどんなに防衛費をね増大を口約束したとてそれだけではやっぱダメですよね安全保保障障とと社会保障これはズバリ誰ですかもう私ちょっとね。 もう政治どうでもよくなりつつありますけど,どただ一回一回自民党は罰を受けた方がいいと思いますでも俺立憲民主党嫌だ維新はだ維新の <laughs>、まあ、だからここはみんな投票日に迷うんですよ、はい、心の中の声に従ってくださいはい、はい <laughs> はい、ということでこれあのぜひねまた三浦さんに近々来ていただいてもう少し突っ込んだお話を聞きたいと思うんですが堀江さんいかがだったですかね お疲れ様でした。お疲れ様です。<laughs> 神谷さんいかがでしたか。いやもう政治全然分かんないんですけど、ちょっとちょっとわかりました。はい、ありがとうございます。<laughs> 皆さんいかがでした本日。あ、うう楽しくお話させていただきました。いはい。はい。ということでこれまたのご一線お待ちしております。本日もありがとうございました。ありがとうございます。